がるるであるラムサール条約、日本の重要湿地500に選定されている。近くには、マンコ公園がある。マンコは、那覇港に近い、国馬川下流部、ルハ川との合流部に位置し、那覇市街の南に位置する。県外の旅行者が、那覇空港から、那覇市街に向かう途中で、この河口を横断する。その際、右側に、マンコを望むことができる。 なお、満湖と書くが、湖ではなく干潟である。かつて、琉球王国の時代には、この地は干潟でなく、満々と水をたたえた水辺であり、大古と呼ばれていたが、1600年代半ばに琉球を訪れた、中国の作法師が、たくさんの水をたたえた風景に感銘を受け、万古と名付けた。泥の広がる干潟へと変わっていったのは、 1960年代からの埋め立ての影響である。地名の名称が関東地方発祥の女性機の俗称と発音が同一であるため、たびたび話題となることがある。なお、琉球語での女性機の名称はホーミーである。万古周辺の空中写真。1977年撮影の2枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。マンコは海面とほぼ同じ高さの奇数域である。1960年代からメヒルギの植樹などを通し陸地化が進んでいる。シギチ地鳥等の渡り鳥の中継地となっており、101種の鳥類が生息している。1977年11月1日に国指定。 万古長獣保護区に指定されている。また、1999年5月には、ラムサール条約の登録湿地に登録された。冬には、世界的にも希少な渡り鳥であるクロツラヘラサギが10個体程度急速する。ほか桃色サギガやオ,オキシジミなどの貴重な、海類も生息している。生活排水の流入などによる水質の悪化。 土砂の堆積などが問題となっている。南西湖岸に万古水町湿地センターがあり、湿地の生物を間近に観察するための回廊が伸びている。1990年代、ボランティア市民団体により、湿地帯に大量のマングローブが植樹された。その後、そのマングローブの硬い根が湿地を追いつくして陸地化となり、湿地帯域が大幅に減少した。 そのため元の自然に戻すために、各機関がマングローブの除去を行うが、除去しただけでは、元の湿地帯、干潟に戻らないことが試験結果などから判明した。マイコエビー、マンコ水町、湿地センター、沖縄県富城市、2019年6月30日閲覧。 2004年12月15日、沖縄タイムス有観の当初欄で、気になる、マンコの読み方名前の変更は可能という主婦の当初が掲載された。菊池香る。38歳主婦。マンコが苦痛。風見取りの目。2016年6月25日閲覧。テレ東、禁断の3文字連呼で、ネット騒然。 ザクザク、httpww. ザクザク、cojp, エンターテインメント、エント、ニュース、ニュース、2010万820、円1兆82億120万円2、htm2016 年6月25日閲覧。沖縄で、日産、ホーミーが発売されず、兄弟車の日産、キャラバンのみが売られていたのはそのためである。abc、 国指定万古長寿保護区更新計画書。環境省。2013年1月6日時点のオリジナルより、アーカイブ。2016年9月2日閲覧。高原賢治、黒面ヘラサギ、海底、沖縄県の絶滅の恐れのある、野生生物、レッドデータ、沖縄対沖縄県文化環境部自然保護課編、2005年、45から46ページ。 万古長寿保護区保全事業、マングローブの除去範囲について、九州地方環境事務所、2013年1月6日時点のオリジナルより、アーカイブ、2016年9月2日閲覧、コーディネーツ、各ページで、プライマリーのタグは、複数指定できません。ありがとうございます。